次回、過去問演習、過去問します。ちょっとね、まだ今日は全部ファッション終わるんで、まだビジュアルとかエクステリア、インテリア行ってないけど、そこも穴埋め問題なんで、もうテキストを読んどってください。どん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 。インテリアとビジュアルとエクステリア、プロダクトはテキスト読む。ここはもうテキスト通りにほとんど穴埋め出てくるんで、もうどん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 読んでください。読めば読むほど点数上がるところです。ビジュアル、エクステリア、プロダクト、ちょっとまだやってるとこ、もう本文から穴埋めそのまま出てくるし、次回と今日の残りの振り返りがまたどっか行くと思うんで、その時にまたねポイント説明はするけど、で次回は、まず過去問演習4ページから51ページ、要するにマンセルとかね、今日やった配色とかで、ファッションのとこは入りません。ファッションで触れてへんのかよ、思ってね。ここも、去年とか前回出たところ、ファッションのところです。で、ファッション業界で働いている方とかも、色彩検定受けられるんですけど、ファッション業界の人もここら辺とか知らない人多いです。で、まず、休憩前に言ってた MD、マーチャンダイジング。マーチャンダイジングね、MD。これがファッションで商品企画や品揃え計画を行うこと。どういうふうな、商品を作ろうかとか、どういうふうに商品ね、個数揃えていったらいいのかなという。で、VMD っていうのがビジュアルマーチャンダイジング。じゃあ、実際にこの商品企画したものとか、どういうふうに商品を、畳んでいったらいいのかなとか、フックで釣るとか、畳んだ方がいいのとか、そういうものを実際に視覚的、目で見えるように演出するっていうもの。こっちはどっちかって言ったら、紙に書く感じ。紙に書いたものを実際にここに並べて畳んでいきましょうというのが VMD、 ビジュアルマーチャンダイジング。だからどっかの会議室借りてやったりとか、自分とこの事務所の、ね、一室に売り場設置して、そこで、あ、こういう風に並べたら入るよねとか、そういう風にやるのが VMD。 でも実際に店舗で行ってみたら、やっぱ売り場によって全然ちゃうよねっていう風になるんで、実際に店舗に行ってちょっと並べてみよっかっていうのがこっちの MPSマーチャンダイジングプレゼンテーションスタンダード。これマーチャンダイジングプレゼンテーションスタンダード MPS。 これは VMD を実際のお店に行って展開する方法です。だからこっちが紙の上、机の上で考える。これを実際に事務所でやってみる、で店舗でやってみるって感じです。で、今度覚えなあかんのがVP、PP、IP。 これ結構な確率でテスト出んねん。 VP、I ね。で、VP ってなんなんって言ったら、まあ、お店があって、ちょっとね、ふーんって感じで、お店があって、ショーウィンドウのマネキンのことを VP って言います。ショーウィンドウで店舗にお客様が入りたくなるように色を演出すること。だから、ショーウィンドウのマネキンのことを VP。ここが VP。マネキン
外のね、店舗のマネキンさん。で、コーディネートの雰囲気とか、あ、こういう服今入ってんねやとかね、新商品を結構やっぱ着してるもお店が多かったりとか、これ売っていきたいっていう商品をやっぱここら辺に持ってくるお店が多いです。だから全然ね、あとは全然売り出へん商品を置いて売らそうとしてるところもあったりとか。で、それを見てお客さんが、うわ、買いたいなって入っていく。で、実際に店舗入ってきて活躍するのはこの PP と ID。PP は店舗壁面、これ壁面ね、壁側、壁面などで商品コーディネート例を提案する、販売を促進する場って言って、この PP と VP はお客さん買えません。これ買えない。普通は買えへん。なんでかって言ったら、お店の中のマネキン、お店の中のマネキン、これ PP はお店の中のマネキンと、お店の中で自分たちが商品を手軽に買えへん上の方に釣ってるものが PP。 あとユニクロとかやったらね、あのエレクターという棚の上になんかマネキンが置いてて、これもこの商品がここにありますよというのも PP。この PP はコーディネート例をしてたりとか、この商品ここにあるよっていう目印になったりとかしてます。だからマネキンとかは着てる服は近くにあるよっていうのもあったりとか。で、最後の IP が皆さんが自由に手に取って商品を買えるところ、お客様が商品を手にする場っていうのが IP。 だからこういうエレクターってね、あの棚にあるもの IP、またはこういう壁側とかハンガーに釣ってて普通に手軽に買えるところも IP。 だから VP が外にあるマネキン、 PP がお店の中のマネキンとか手に届かへんコーディネートしているもので、 IP が自由に手に届けるもので、 IP の方法が3種類あって、フェイスアウト、ショルダーアウト、フォールデッドっていう畳み方があります。ここに結構出てくるからね、英語ごちゃごちゃしてるから。マーチャンダイジング、プレゼンステーション、プレゼンテーション、プレゼンテーション、スタンダード。実際に去年もここの問題が、ファッションで1ページ出てきたよっていう。そうだね。で、ファッション業界で働いてる人もこういうの全然知らんから、僕とかも最初アパレルで働いてたけど、こんなん全然知らんかったからね、色彩検定勉強するまで。普通にこういう PP とか言わんと、ここにあるものはお客様が商品が見分けるようにするもんですとかいう勉強は、ね、してもらったけど。下に商品がなくなったら、この商品外して新しい商品と入れ替えなあかんとかね、やっぱ売れるようにしなあかんからっていう。でもなんかダサいのとか置いとってもお客さん買わへんしねとかね。で、書けた人はね、78ページ、79ページ、2級のテキストになります。で、78ページもこのね、イラストがあって、このイラストが、前にちょっとホワイトボードで描いたイラストにちょっと似てるものです。ここのね、外にあるマネキンが、これが VP、 外のマネキン VP で、 PP がお店の中 のお客様がすぐ手に届かへん、この壁の上の方にあったりコーディネートしてるものとかいうものが PP で、 IP がお客様が自由に取っていいですよというところのことを言っています。
で、最後に、フェイスアウト、ショルダーアウト、フォールデッドって何なんだっていうと、79ページに載ってて、フェイスアウトっていうのは、ハンガーで釣ってて、服の表面がお客様に向いているものです。だからちょっとお客様とのね、後ろ側からこう撮ったりとかするやつで、ちょっとめんどくさいやり方がフェイスアウト。で、フェイスアウトの仕方が、手前が明るい色を置いて、後ろ側に暗い色を置くと、量が多く見えるよというバージョンと、前にあったかい色、要するに寝室色を置いて、後ろ側に冷たい色、後退色を置くと、やっぱ寝室色は前に迫る、後退色は後ろに迫るので、また量が多く見えるよというやり方が2パターンある。ここ2パターンもテスト出やすいです。フェイスアウトではどういう風な並びで置きますかとか。で、ショルダーアウト。ショルダーアウト。ショルダーというのは肩です。ショルダーバックとかね、いうやつ。肩をお客様側に見せましょうっていう、こういう並び方。で、この並び方も2パターンあって、色別にまとめましょうというものと、もう1個、これ何回かテスト出てます。寒色、中性色、暖色、中性色、寒色の順に並べましょう。ここチェック。寒色、中性色、暖色、中性色、寒色の順。79のショルダーアウトの図21の右側の寒色、中性色、暖色、中性色、寒色が何回かここ毎年出てます。79の図21の、右下、このところの並び方、で、2級で、フォールデッドっていうのが畳むやつ、図23やね、もう結構こうやって畳んでるやつで、この畳み方の並び方っていうのも図22にあって、まず左側はトーンでグラデーションを作って、色相でグラデーション作るやり方と、色相でグラデーションしてトーンでグラデーションするってやり方、だからトーンと色相のグラデーションでやるんですよっていう風に、ただ縦を色相にしたら横はトーン、縦をトーンにしたら横は色相って感じ、色相とトーンだけなんで、ここでチェックするのはほとんど全部なんですけども、78ページちょっと戻ってもらって、78ページちょっとアンダーライン引いていきます。78の左上の方、 VMD と色彩って書いているところの文章の下から3行目、中でもの後、色彩は視覚情報のうちの 80% を占めていると言われ、この 80% を丸してください。78の VMD と色彩っていう風なところの左上の文章の下から3行目、色彩は視覚情報のうちの 80% を占めていると言われ、この 80% は何回か出てます。視覚っていうのは何パーセントの情報割合をしてますかっていう、大体 86% って言われてるんだけど、だから目に見えんかったら本当に情報が得れないっていう 80% で、色彩をうまく活用することが VMD の効果を最大限に発揮することにつながりますということで、やっぱ綺麗やなっていうふうに思わすのが売れ筋につながると。で、下、マーチャンダイジングプレゼンテーションスタンダードは、もう文章を全部引くんで、もうタイトルだけ引いてもいいし、ここの文章全部引いてもらってもいいです。VMD は実際の店舗空間で展開する商品陳列システムをマーチャンダイジングプレゼンテーションスタンダード、または英語の頭文字を取って MPS と言います。MPS はその役割から VP、PP、IP の3つに分けられます。VP、PP、IP はね、商品の並び方のこと。あ、違う、VP ね、マネキンのことやね。で、MPS における色彩、上に行ってください。ぐぐぐと。上に行って2行目。打ち出しから、かっこ顧客に訴求をするから。打ち出しから、かっこ顧客に訴求するから。引けたら2行下がって、打ち出しカラーは1、2週間程度で設定されるなど、氷によって計画が異なります。
打ち出しカラーが変わるとテンポのイメージが変わります。これが VMD の一つの手法ですということで、お店行ったらマネキンが毎回同じ色着てることはないです。だいたい1週間または2週間でマネキンさんの着てる服とか色が変わってます。それはやっぱり新商品が入ったからこの商品売りたいよっていうのもあるし、売れてへん商品をうまいこと着こなして売れるようにしたりとかするんで、お店行ってね、商品全然変わってへんわってとこはもしかしたら何もせんでも売れてるのかちょっと怠ってるのかどっちかなみたいな感じで、で今度 VP における色彩、ここも1行目からアンダーライン。 VP における色彩の目的は商品イメージを色使いによって顧客に分かりやすく伝え、その店舗に顧客が入りたくなるようにすることです。 VP ってね、ショーウィンドウのマネキンのことです。でつまりカラーにも集客力が求められます。2行下がって、有目性の高いカラーコーディネートを打ち出したディスプレイが効果的ですということで、有目性の高いマルシトってこれ出たこと何回もあります。有目性というのは見たくなくても勝手に目を引いちゃう色、要するに暖色系、赤とかオレンジとか黄色のことです。だからディスプレイにはね、赤とか青とか、黄色とかオレンジをどっかに入れるとお客さん勝手に見てくれるよと。バーゲンジとかでも赤めっちゃ多いしね、赤とか白とかで。で今度79ページの PP、 PP に行って1行目、 PP は販売を促進する場、1行下がって点の後後ろの方、店内の位置づけとしてアクセントカラー的な役割を与えることができます。このアクセントカラー的な役割マルシトって、まあ、何にもないね、売り場だけやけど、その PP があることで、なんか商品目立つよっていうふうなことです、アクセントカラーっていうのは。で、商品のコーディネート例など、顧客への商品提案を実際的な会場で見せることが目的となります。だから、この商品ってどういうふうに着こなしたらいいのとか、どういうふうに色使いしたら綺麗なんっていうのが PP に求められるという。で、次、IP。IP、1行目から3行目まで聞いてください。商品を直接的に売る場所が IP です。顧客が選びやすいように見やすく商品を分類することが大きな目的となります。引けたら3つ、フェイスアウト、ショルダーアウト、フォールデッド、もう全部引くんでタイトルだけ引いてください。フェイスアウトがお客様に向かって正面が見えるようにするもの、ショルダーアウトがお客様に向かって肩が見えるようにするもので、このね、図21の右下やね、寒色、中性色、暖色、中性色、寒色の順番に並べるといいよ。これ何回も出てます。で、フォールデッドは畳むやり方っていう。ここまたね、ちょっとチラッと見とってください。で、昨日ね、もし来られてない方とかもおると、困るんで、あと出方としては70ページね、昨日おさらいした感じなんやけど、70ページの、写真、同じ写真が出るときとまたちょっと違った人の写真が出るときがあって、この写真で、どういう配色になってますかとか、でたまにね、同じ人の写真があって、もしこのね、ピンクの人の写真が出たら、この人は何なんって言ったら、これドミナントカラー配色っていうのがなってます。図4はドミナントカラー配色で、図5の人はドミナントトーン配色とか、だから、実際のコーディネートで配色がどうなるか、2問4問出ます。写真問題は2問4問。だから、ふーんって感じで、ちょっと一応一通り、75ページまでちょっと見とってくださいという。で、あとは、去年だな、去年が68、69のイラストが出てたんで、このイラストが出て、この人はどういう風なファッションイメージですかとかで、前回出たときかな、前回ね、エレガントが出たはずです。エレガントが。こんなん出てて、あと図があって、エレガントの正反対がここ空白になってて、これなんですかっていうのがあって、で、アクティブっていうのを選ぶっていう。で、細かい説明とかはそこまで出ないです。エレガントは上品で優雅なスタイル、カラーが洗練されたとかね。そんなん出ないで、イラストとあとは正反対どうなとか、昔は色とかも出たけど最近色は出へんからね。
で、時間が許す限りこのビジュアルっていうところちょっといきます。52ページビジュアル、このビジュアルも、1ページから2ページ出てきます。実際の過去問を大体40分ぐらいかけてやりましょうというのをやります。次回なんでちょっと復習してください。であと、今日もあと1時間やって終わりなんで、インテリア、ビジュアル、エクステリア、プロダクトでファッションの本文を読んどってください。テキストはこっからそのまま出たりとかします。テキスト通り穴埋めなんで、50人から最後まで。最後まで。50人から。そうそうそう。もうテキストから穴埋めばっかりの、ここから。で、一応ポイント説明とかも余ってる時間するけど、今日そこまでできんかもしらんので。でも、同じものが出てくるからね、穴埋めそのまま。で、今からするのがビジュアルっていうところがあります。で、ビジュアルも、出やすかったところ、出てきたところを、伝えていったり、ちょっとね、板書できる時間、板書もちょっとしていきたいんだけど、一応アンダーラインしながらちょっと説明していきたいと思います。52ページ。まずビジュアルっていうのは、言葉や文字を中心としてコミュニケーションを行っていくもの。実際にお話しせんでも言葉とか文字とかデザインで、あ、こういうこと言ってんねやっていうのが分かるようにするものをビジュアルって言います。ビジュアルデザインとかね、ビジュアルサインとか。で、ちょっと引いてほしいのが52ページ上から2行目アンダーラインします。上から2行目ね、52ページ上から2行目。言葉や文字を中心としてコミュニケーションを行っています。2行目、言葉や文字を中心としてコミュニケーションを行っています。引けたら1行下がった後ろから。言葉や文字によるコミュニケーションだけでは限界があります。絵、イラストや写真、図形、色などで情報を伝える手段が不可欠となっています。このような視覚的、かっこビジュアルにコミュニケーションを行うデザインのことをビジュアルデザイン。ビジュアルデザインというのは、色とか図形とか写真とかを使って、訴えるよというのがビジュアルデザイン。で、下の方に行ってビジュアルデザインの領域っていうところの2行目から3行引いてください。2行目から。印刷を使って表現するグラフィックデザインと、コンピューターや携帯電話などのデジタル機器を使って表現するウェブデザイン。で、ビジュアルデザインの、範囲としては、図1、大きく分けると5つあるよという。グラフィックデザイン、パッケージデザイン、サインデザイン、ウェブデザイン、ディスプレイデザインというのがありますと。グラフィックデザインのところに行ってもらって、52ページの右上。グラフィックデザイン、タイトル聞いてください。もう、何回か、この本文の中から何回か出てるんで、グラフィックデザインっていうところをまず引いて、一応一通り読むね。グラフィックデザインとは本来、情報伝達のために印刷によって大量に複製されることを前提としたデザインのことを指し、パンフレットやポスター、チラシなどの広告に使われるデザインのことを言います。で、次、チェック。書籍や雑誌などの本のデザインなども含まれますが、
これらは編集に関する専門的な知識が必要なことから、エディトリアルデザインと呼ばれ、独立したデザイン分野として扱われていますということで、グラフィックデザインの中にエディトリアルデザインというのがあって、エディトリアルデザインは書籍、本のことを指しますという。例えば書くほど脳に記憶残るからね、聞くだけだから聞き流してしまって脳に残らへんようになるから、ビジュアルデザインを視覚的にコミュニケーションを行うデザインのこと。まずグラフィックデザインというのがあります。グラフィックデザインは基本はパンフレット、チラシのことを指します。で、その中でもエディトリアルデザインっていうものもあり、これは何を指すか、本やね、書籍とか雑誌を指す。ショーウィンドウが出回ったら